今日のセカンドちゃん、友達からね、友達っていうか親友なんだけども、あのね、LINE が来たの。あのその友達はね、かつて俺とね、俺のアカウント名ね、もともとジントミックなんだけども、そのジン君でね、もともと出る予定だったバック入れられた相方なんだけども、それがね、まあ、5月にね、俺たち結婚したよってなんか LINE が来たのよ。ああマジか、ブリブリ結婚したのかみたいな感じで俺言ったら、そうなんだよ、俺も結婚してよ、新婚旅行まで行ってきたぜみたいなこと言ってきて、なんだよそんなこと、なんで教えてくんないねって、5月にね結婚しましたなんてね、羨ましいだけだよ。でもね、まあ結婚はね、人生の墓場言うとるしの。はあ、いやでもなんかこう、俺思うんだけども、なんか友達のね、結婚とか見るとさ、なんかこう、ああいいな、自分も結婚してえなと思うじゃない。でもね、俺冷静に考えたのよ。相手いねえなと。まず相手を見つけなきゃダメだよね。なんかこう、孫が欲しいってね、俺よく言うの。なんかこう、ほら、可愛いじゃん。孫だったら目に入れても痛くないって言うから、その孫欲しいなって話をしてたんだよ。ね？そしたらさ、いや、その前にお嫁さん探さなきゃ、みたいなこと言われて、まあその通りなんだよね。結局そこに行き着いちゃう。まず相手を見つけるところからさ、始めなきゃいけない。噛むね。いやー。でもね、俺ね、一つね、思ったことなんだけど、俺こんな感じじゃん。多分ね、結婚できないわ。はぁ、というでしょう。スカーン、